Hello, this is Savor Japan. Today, we'll learn more about Japanese cuisine. 東京浅草橋江戸そば手打ち所浅田の主人、粕谷康則と申します。お蕎麦はお寿司、天ぷらと並ぶ江戸時代から続く日本の伝統料理の一つです。大晦日に食べる年越しそば、引っ越しの際に近隣にお配りする引っ越しそば、結婚式やお祭りなどお祝いごとに振る舞うおそばなど、我々日本人の生活文化には欠かせない料理です。おそばには大きく分けると冷たいそばと温かいそばの2種類があります。温かいそばはかけそば、冷たいそばはせいろそば、ざるそば、盛りそばなどと呼びますが、うちではせいろそばと呼んでいます。はい、ではおそばの食べ方をお説明いたしますね。最初にこちらのおそば用のおつゆをこちらのそばチョコに半分ぐらい入れてください。で、左手でチョコを持ちまして箸を持つわけですけど、おそばを持つ量はですね、おそばというのはこう香りと喉越しを楽しむ料理でもありますので、一口でつつっとすすれるぐらいの量を箸でつまんでいただきたいですね。ですので少量のおそばを箸で持っていただいて、それをこうおつゆにつけてください。でおそばをつける量なんですけども、だいたい半分から3分の2ぐらい、上の方はおつゆにつけないで召し上がっていただきたいです。それを口に持ってって一気に一口でつつつっとこうすすっていただくと。でおそばはこう音を立ててズズッとこうすすって食べていただいた方が、こう最初にそばの香りが鼻の方に抜けて香りも楽しめて、そして舌の上でズズッとこう滑る喉越しを楽しめますので、ぜひこう恥ずかしがらずにこう音を立ててこう食べていただきたいと思います。でネギとわさびの薬味はですね、最初に全部入れてしまわずに途中で少しずつこうおつゆにつけて召し上がっていただきたいなと思います。で天ぷら用のおつゆがこうついてくる場合がありますが、間違っておそばをこちらの天ぷら用のおつゆにつけて召し上がらないように気をつけてください。おそば湯の説明をいたしますね。冷たいおそばを注文されると、最後におそば湯が出てまいります。こちらおそばを茹でた釜の、熱いお湯です。これをですね、このそばチョコの中に、注いでいただいて混ぜてお召し上がりください。これはおそばの栄養が溶け出たとても美味しいものです。そばの天ぷらは素晴らしいです。これは良い経験です。もし你想要見つけた良いそば restaurants in Japan、 go to savorjapan.com。 How did you like it? Discover real Japanese cuisine. savorjapan.com